1991年のオリックスブルーウェーブでは、1991年のオリックスブルーウェーブにおける動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは、本拠地が西宮市から神戸市に移った後初めて迎えるシーズンであり、土井正三監督の1年目のシーズンである。チーム名がブレーブスからブルーウェーブに、本拠地が西宮球場からグリーンスタジアム神戸に、 監督が、上田理事から土井正造にそれぞれ変わり、さらにドラフト1位ルーキーの長谷川重人氏に、往年の半球のエース山田久氏の背番号17を与えるなど、急速に半球色の一層を図るが、土井新監督のもと、優勝を期待されたチームは、開幕5連敗で最下位に転落すると4月下旬にも、6連敗。5月3日に、さよなら2ランを打った藤谷草が、 お立ち台で、オリックスはこんな弱いチームじゃありません。と泣きながら訴えたが、チームはその後も8連敗で借金は16まで、膨らみ、長谷川も打線の援護に恵まれず6連敗と苦しんだ。6月に入り6月5日に、長谷川がようやくプロ初勝利を挙げると、チームもそこから上昇気流に乗り、再開から脱出、8月には5連勝で、大栄。 日本ハムを抜いて3位に浮上するがこの時点で激しく、優勝を争う西部と近鉄とは10ゲーム以上の差がついていた。10月6日の最終戦で、長谷川が新人王を確定させる12勝目を挙げ、チームはなんとか貯金一致でシーズンを終えた。本拠地が狭い西宮球場から広い GS 神戸に変わったことで、チーム本塁打数は、 前年の186本から127本に激減し、ブーマーウェールズはシーズン終了後に自由契約となり、大英に移籍した。投手陣は、阪急時代からのエース山沖幸彦や星野信幸が、健在で、チーム防御率は前年の4.30から3.90のリーグ3位と、若干改善された。ありがとうございます。